旭実賞、旭実賞、旭実使用、オーダー・オブ・ザ・ライジングさんは、日本の勲章の一つ。旭実賞は、1875年、明治8年4月10日に、日本で最初の勲章として、勲一等から勲八等までの八等級が制定された。翌1876年、明治9年には、旭実賞の上位に大勲に喫下大受章が新設され、 1888年、明治21年にはさらにその上位に大君位、菊花賞継職が置かれた。また、同じ1888年、明治21年には、君位等極日大受章の上位に、君位等極日等科大受章が追加制定され、極日章は旧等級で運用された。2003年、平成15年の英点制度改正では、等科大受章を、 朝日省の上の等価省とし、君等の表示をやめさらに君7等と、君8等を廃止するなど、大幅に整理され、極日省は6等級で運用されることとなった。また、制定以来、極日省の授与対象は男性に限る運用が行われていたが、この英典制度改正の際に男女等しく授与される、君章となった。極日省は、国家また派公共に対し君。 医をある者に授与すると定められ、勲章制定の件二条一項、具体的には、社会の様々な分野における功績の内容に、着目し、顕著な功績を挙げたものを表彰する場合に授与すると、し、内閣総理大臣などの職にあって、顕著な功績を挙げたものを表彰する場合に授与される、勲章の授与基準。詳しくは、授与基準を参照。2003年。 平成15年に行われた、栄典制度改正により、君党に女子朝日章を授けるといった君党と、勲章を区別する君期及び、叙勲制度から朝日章を授けるという文章に改正され、なお、改正時の政令不足により、改正前に授与されたものは改正後も引き続き勲章、勲章とを分けた状態で有しているものと扱われる。旧制度では、 君一等旭実大受賞の上に、君一等旭実投下大受賞を持ち、同種類の勲章の同一の勲章の中で、さらに上下があるという特殊な運用形態が取られていた。この君一等旭実投下大受賞は、旭実章八等級の制定の13年後に、朝日章の最上位として、追加制定されたものである。当時の宮中席時によれば、 禁止勲章の後級は同じ数字を持つ勲章より上位に位置づられており、これに従い後一級禁止勲章は、勲一等旭実大受章よりも上位にあったが、勲一等旭実等下大受章だけは例外的に後一級禁止勲章より上位に位置づけられていた。勲一等旭実大受章は1回第18、後一級禁止勲章は第1回第14。 君一等旭実刀科大受賞は、第一回第十三章の衣装は、八方向へ伸びる曲光を持つ、日章。旧正式化ではこの衣装は、君六等まで、君七等、君八等は口日の霧のみ。古来からの日本の紋章に用いられてきた朝日の門を、モチーフにしている。地金は、銀で、旭実総行章、君五等総行旭実章までは全体もしくは一部に。 金と金が施される。中、中、小と樹の間にある金具は、日本国政府の紋章であり、皇室の副紋でもある霧の歌謡をかたどり、朝日章樹章、君四等極実章樹章以上は五十七壁を持つ、霧紋、五十七の霧、極実総交章、君五等総交極実章以下は五十三壁を持つ、霧紋、五十三の霧の衣章を持つ。廃止された。 旧正式家の訓7頭青色東洋章、訓8頭白色東洋章は、極日章の範中にあるが、衣装には朝日を用いず、この切り物のみであり、名称も東洋章、東洋、章となる。外輪の極光部は、白色の尻尾が施され、盤面とフラットになるよう丁寧な研磨がなされている。中央に配される淡い球場に盛り上がった日章は、宝石と思われていることが多いが、 これは二酸化セレンを用いた赤色のガラスである、極初期のもののみ尻尾。樹は、オリジ白色、総線鉱色と定められており、白のオリジを、赤の帯が両脇を縁取る樹が用いられる。大樹章は大樹を、右肩から左脇に垂れ、中樹章は中樹を持って、喉元に、小樹章以下は小樹を持って、左胸に廃用する。重光明、君に当局実。 重光明の正明のみ右胸への汎用。すべての朝日章は裏面に、勲功聖章の刻印が施される。極初期のものは、宙が一体成形されており、現在のもののようにピンで結合される形ではなかった。君に当局日、重光明は、当初、正明のみであったが、1898年、明治31年に副章が付けられた。また、 君四等旭実小受賞については、君五等以下との区別がしづらいとの意見から1886年、明治19年により銃にロゼットを付けることとなり、それ以前に叙勲されたものについては、ロゼッタ付きの銃を別途製造し追贈した。勲章を収める箱は、制定最初期のものは、現在のような塗り箱ではなく革製のケースで、授与されていた。 現在、早稲田大学図書館に所蔵されているものや旧、薩摩藩島付にて保存されているものがそれに、害するが、両者とも経年変化により、大樹の赤の部分が、エンジ色に変色しているのが確認されている。しかし、明治初期の絵画で描かれる朝日外樹賞の廃用者の、大樹はどれも現在と変わらぬ赤表現されているため、これらは、染料の変更による、 経年変化と考えられる。極実章は、栄転制度改正により、各種勲章及び大勲位喫科章継続の正式及び形状を定める内閣府令、平成15年5月1日内閣府令第54号が施行されるに伴い、一部の遺章が変更された。旧正式化では、すべての等級の勲章において、 裏面も表面と同様の尻尾による装飾が施されていたが、英典制度改正以降の小受章以下の勲章は、裏面の尻尾装飾を持たず、なし字の仕上げのみとなっている。同時に、勲行聖章の国印も、小受章以下は、中の裏面から、本章の裏面中央へと変更された。茂光明の副章及び中受章の正明に、関しては、曲実部分は、 表面同様の尻尾が施されるものの、中の裏面が尻尾なしとなり、なし字の金属面に直接、君高聖章と刻印されている。また、単行章は、旧正式の君六等単行極実章よりも、直径が小さくなった。樹についても、両脇の光線が太くなるなどの変更が見られる。大樹章が、女性に授与される場合のみ、樹の幅が、 宝冠賞と同等のものに変えられるが、ロゼットの形状は以前の男性用のものと変わらない。その他の等級に関しても、現在は男女共に共通の字を持って授与される。現行の朝日賞の名称を旧制度下の名称を添えて以下に示した。旧制度下においては、君等の序列は旧来の旧中席時に則り、上位から朝日賞、宝冠賞、随宝賞の順に、 同じ訓導の中では最も上位に位置づけられていた。そのため、旧制度下での朝日賞の授与対象は、随報賞を授与するに値する以上の功労のあるものと定められていた。2003年、平成15年、英点制度の抜本的改革にあたり、男性のみに与えられるなどの条件が、社会情勢に合わなくなってきたこともあって、女性も授与の対象に含まれることとなった。 同時に、それまで最上位とされた朝日東歌大受章は、東歌章、東歌大受章として独立し、八等と七等は廃止されて六階級での運用になった。またそれまで、位の勲章であった随賞、追法章が朝日章と同等の勲章へと格付けが変更されるに、あたり、助勲の選考基準もそれまでの、功績の大小から、功績の内容で判断されることとなった。 上記の経緯により、現在では、国家、または公共に対し功労がある者の,のうち、功績の内容に着目し、顕著な功績を挙げた者が、朝日賞の助訓大賞となっている。国賓の来日や、皇族の外遊などの際に同席する、認証官クラスの要人に贈られる。役職により授与される訓当が判断され、政府首相や、軍部司令官などの役職には大受賞。 君一等が授与される。外交官などにも贈られるが、国家の規模や日本国への貢献度により授与される、君等には幅がある。その他随行の関係者等にも、その役職に応じた等級の勲章が授与される。珍しい例としては、上皇昭人が皇太子時代に皇太子妃を伴って、マレーシアを公式訪問した際、接遇にあたった。 全国王の霊則に対して、儀礼叙君として、君一等極実大受賞を授与している。通常、王族男性であれば大君一家大受賞が与えられるところであるが、マレーシアの国王は、複数のスルタン家の中から任期を指定して、輪番制で選ばれるシステムを採用しているため、正式な王家王族の定義が時期によって変わるので、未くらいの定義が難しく、 日本政府が苦慮した末の判断であった。皇族女君については、勲章制定にあたり、明治天皇が、勲位等極実大受章自ら廃用し、その他では、有栖川宮隆人親王をはじめとする皇族十名に、勲位等極実大受章を天皇から真摯された。その後、皇族未礼明治四十三年皇室令第二号の制定により、 男性皇族への初の部が、君一等旭日東課大受賞へと引き上げられたため、以降君一等旭日大受賞の皇族への助勲は、ない。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。